10時頃かな、起きてちょっと朝ごはん食べたり洗濯物して、今一旦落ち着いたところで、今日はオフの日なのでちょっとね Vlog をね回そうかなって思ってます。1週間だいぶ遅めの夏休みをいただいて、オーストラリアに今年は行きます。イエーイ。そうで、そのオーストラリア旅まで今1週間なので、ちょっとねいろいろなんだろう、パッキングだったりとか、あと夏休みの準備っていうのも、夏休みの準備ってなんだろうって感じなんだけど、まあ一応ね恒例の行事があるので、それを今日はちょっとね Vlog にしようかなって思ってます。いやー楽しみだー、オーストラリア。オーストラリアはね、なんと実は5回目で、大好きな国の一つ、なんならもう住めるぐらい大好きなんだけど、まあ今回はシドニーとエアーズロックに行ってまいります。うん、見てこれね、これ可愛くない？いろんな猫がこう描かれている、まデカデカ、顔ぐらいのサイズ、これが大きいねマグカップなんだけど、これなんとね去年の夏休みで行ったニューヨークの雑貨屋さんで買ったキャットパーソンって、猫人間、猫が好きな人のことをキャットパーソンって言うんだけど、まあなマグカップチラリと紹介でした。はい、それでは行ってきます。夏休みヘア考え中です。こんな感じのネイルスタジオです。ネイルスタジオでいいのかな。うん。可愛い。落ち着く。あ、そう。眉毛もね、やってるんですよね。皆さん。ぜひ。癒し系。赤ちゃんも OK。あ、赤ちゃんも OK です。ママの皆さん、ぜひ。こう海沿いにあるこうビ、うん、あのプールみたいな、インフィニティプールみたいな、なんかあるっぽくて、なんかそういうカルチャーなのかな。なんか海もあるんだけど、その海に本当近いところにプールが結構何個かあるの。でそれはあったかいのかなって分かんないけど。確かに。なんかそれが温水とかだったら入りたい。仕上げてもらってます。ドキドキ。できました。こちらキラキラな左手と、こっちはアートな右手。全く違うスタイルで今回は仕上げてもらいました。おはようございます。今日はなんとフライト当日です。昨日ラジオが終わって一旦お仕事は全部、やりきったので、今から夏休みいただきます。はい。で昨日ねラジオの後に整体行ってほぐしてもらって、で美味しい夜ご飯を食べて、今朝今ね起きてきたんですけど、今日はなんと今からラストメンテナンスを詰め込んでいて、というのもフットネイル、私いつもシラックネイルをやってるんだけど、それが2日前ぐらいに急に剥がれちゃって、で、あーと思って、まさかシドニー前に剥がれるなんてって思ったので、急いでね急遽お願いして六本木ミッドタウンのウカに、行ってきます。これでもうすべて、もう髪の毛からね、髪の毛から手のネイル、そして足のネイルまですべて完璧にねメンテナンス
ということになるので、それでは行ってきます。お腹空いてオーツミルクラテとチキンロール頼んじゃいました。浮かせのメニューをいただきながらネイルもできるという。できたー、かわいい黄色、かわいいですね。よかったネイルが剥がれたのを直してシドニーに無事行けそうです。家に帰ってきたので、ちょっと今からラスト最終パートのパッキングです。今回はこの大きいスーツケース1個とこれはチェックインして、で1個はキャリーオンのミニラゲージを持ってきます。でね、今シドニーがさ、まあ、春なんだけど結構暖かいらしいの。今週もう30度ぐらい前後だから、今の東京とそんな変わらないなと思って、最初ね結構こういうニットとか長袖多めで入れてたんだけど、さっきインスタ見たらみんなビーチとか行ってるから、まあでも夜は寒いみたいな。一応こういうね、薄手の春ニットとちょっと夏のね洋服を詰め替えました。こっちこういうの多めだったんだけど、ちょっと急いでね、T シャツ入れたりとか、あとはちょっとアウトドアもするかもしれないから、ちょっとコロンビアの汗とかすごい吸収してくれる上から羽織れる上着とかを入れました。そうだね、あと薄手のこういうベストとかも入れて、でさっき急いでユニクロに寄って買った靴下と、あとまあこれは下着とかで、これはそう今回スリーコインズでこういうね、こういうなんていうの、入れ物収納ケースを買って、めっちゃ便利なことに気づいた。これはプラダのローファーです。これがあればね、すごいスーツケースの中綺麗に収まるしいいよね。あとは化粧品ですね、メイクとスキンケアと、あと、ボトムス、ミニスカとスラックスと、あとデニムをね入れようと思うんだけど、でこっちのねローラーズ、確かこれオーストラリアのブランドローラーズの定番、私がよく履いてるハイウエストのブーツカットのデニム、何にでも合うやつか、この最近ゲットしたスタイリストのドドさんのブランドザ・シシクイのこのねバイカラーストレートデニム、どっちかで迷ってて、もうどうしようって感じ。もう全体的なコーデとかもね、考えてるんだけど、もう一生迷ってる。ね。さあ、どっちを持っていたのかは、お楽しみにって感じですかね。無事、空港着きまして、今から、荷物を預けます。このためにね、一年仕事頑張ったので、